ティム・クローゼは、西ドイツヘッセン州フランクフルト・アムマイン出身のサッカー選手。FC バーゼル所属。ポジションはディフェンダー。スイス代表。西ドイツのフランクフルト・アムマインにて、ドイツ人の父親とドイツ系スイス人の母親との間に生まれ、5歳の頃に、母親の故郷であるスイスのバーゼルへ移り住む。その後、スイスにてサッカーを始める。 2009から2010シーズンは FC2 に在籍し、スイスチャレンジリーグ優勝に貢献している。2013年7月に VFL ボルフスブルクへ移籍。2014から2015シーズンは DFB ポカール優勝を経験した。2016年1月18日、プレミアリーグのリジシティ FC へ3年半契約で移籍したことを発表。2020年10月7日、 FC バーゼルへ、レンタル移籍2011年、デンマークで開催された UEFAU-21 欧州選手権では、スイス U-21 代表のメンバーに選ばれ、決勝戦まで勝ち進むもスペイン U-21 代表に敗れ、準優勝となった。同年8月、リヒテンシュタイン戦にて、スイス A 代表デビュー。2012年、 ロンドンオリンピックに臨むスイス代表に選出される。ありがとうございます。